はい、それでは本番お疲れ様でした。ありがとうございました。でまずお二人の高校のお名前と自己紹介お願いします。武南高校の、北川真子です。リリーです。ありがとうございます。お二人は部長だったりとかが好きだったり。部長でジャズのジャンルリーダーです。あ、ジャンルごとリーダーがいい。そうです。今回の作品はジャズで。はい、今回の作品はみんなで作ったので2人で。なるほど、ありがとうございます。衣装もめちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。これは自分たちでまた用意したんですか。はい、メイクをバッチリ。今回のテーマは、今回はパーティーのようになんか弾ける感じとその女らしさをテーマに作りました。なるほど、ありがとうございます。ということで、髪の毛キラキラだったり、メイクキラキラだったりするということですね。可愛いですね。あっちにあるビデオでちょいちょいした。衣装から可愛いと思って、いいなって思って。ありがとうございます。はい、では、本番を終えてみた感想をお願いします。ちょっと本番前にいろいろなんかあって焦っちゃったりしたこともあったけど、顧問の先生の助言だったり、みんなで気持ちを高め合って本番に臨むことができたので、やっぱり達成感だったり楽しかったっていう気持ちは今まで出てきた大会よりも一番強かったんです。普段練習とか作品に関してもいいですし、好きしてること、大切にしてることがあるので、初めてその作品が一通りできたときに、やっぱりすごい納得いかない構成とかになってしまって、その毎回大会出るごとにその振りと構成いろいろ変えたりして練習してきたんですけど、やっぱりずっとその見てる人にパワーとか楽しさ届けられるように、そのあと女らしさっていうのを作品の中でずっと意識して踊ること、笑顔で踊ること、なんか全員で気持ちを明るくして練習することを大事にして頑張りました。ありがとうございます。パワーはちょっと変わってきて、ちなみに全然聞けないんですけど、猫なので、と猫なので、ブニャンっていう名前のシンボル的な、あー、守り神的存在。じゃあ今回も見守ってくれてたんですけど、結果はこれからだと思いますか。皆さんも楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。